ファントムを入手したのは実はね、これはちょっとね、私未だにちょっと後ろめたい記憶があるんですけど、私そのドッグファイターをね持っていて走らせていたんですよね。ただまあ当然路面状況なんか気にしないですから、ドロドロの時も走らせるわけですよね。ただもうめちゃめちゃドロドロの汚い状態で、とりあえず乾かしたを掃除しようぐらいの気持ちだと思うんですけど、その状態で玄関にちょっと置いておいたんですよね、ドッグファイターを。そしたらね、その私の亡くなった祖母ね、おばあちゃんがね、そのドッグファイターをまあ良かれと思ったんだと思うんですよ。あまりにも汚かったのかなって、もうねまあまあ口うるさいねおばあちゃんだったんですけどね。でそのおばあちゃんがね、その祖母がね、うちに池があったんですよ、田舎の家なんでね。そこに鯉とかが泳いでるような状況を作ってあったんですけど、そのドッグファイターをそのまんまそれは全てバッテリーもね、受信機も当然メカも全部搭載したまんまですね、池でそのまんまジャブジャブ洗ったんですよね。まあ当然動かなくなりましたね、壊れましたよ。でバッテリーがついてなかったらねよかったんかと、バッテリーも多分刺したまんまだったんですよね。まあ壊れたんですよね。ただ後でね動いたんですよ本当は。でまだなんか中に水とかが残っていた状態だって動かなかったんですけど、ほんと後になって完全に乾いた、ある日なんか気づいた時には実は動いたんですよね。でまあでもその時はそれも知る由もなく、壊れたとね、壊れたから弁償してた。まあどんな言い方をしたかいきさつは覚えてないですけど、要はそんな感じですよ。要はばあちゃん壊したから買ってくれみたいなね、なんかねそんな。でちょうどその時ファントムがね欲しい欲しいって思っていた時期だったのもあって、でその亡くなったね祖母にね買ってもらったんですよね。祖母は私祖父は戦争で亡くしてるんですよね。フィリピンかどっかセブ島かどっかで亡くなったって一応聞いてるんですけども、でまあその遺族年金っていうのはね、もう祖母はその時はもう働いてなかったんですけど、遺族年金っていうのは入っていて、まあそれなりにまあまあ当然無駄遣いとか一切しない、ものすごく質素倹約を絵に描いたような方だったんですけど、まあお金がないわけじゃなかったと思うんですよね、おそらくですけど、おそらくですよ、わかんないんですけど、そのばあちゃんに確かお金を出してもらって買った、それもどっかの通販でね、今度はフルセットですよプロポもで双葉のメガテックジュニアとのフルセットで確かファントム EP4WD を購入して、めっちゃちっちゃいマイクロサーボね、ちょっと触れただけでね、そのサーボのギアかけちゃうんですよ、パキッね覚えてますわ。で、まあ、ファントム買ってもねボディもつけず、家の前とかでピュンピュンと走らせてるだけだったんですけど、まあ、それを入手して楽しんでましたね、うん。で、あれどっちが先だったかな、ちょっとねこの後ね手に入れるマシンとしてはあと3台なんです、私の記憶の中では。それがゼルダと AYK のクワトロとターボスコーピオンがその幼少期ですね、中1、中2ぐらいまでかな、この所有したラジコンとしてはそうなんですけど、そのちょっとその記憶が、最後に買ったのがターボスコーピオンってだけは覚えてるんですね。それお年玉をその時にもらった、多分中2の時かな、おそらくもう全部をつぎ込んでターボスコーピオンを買ったっていうのだけはなんとなく覚えてるんですけど、まあ、それとまた後の話で、その前にゼルダとクワトロを手に入れたんですけど、それがいきさつがちょっとあんま覚えてないんですけど、どっち先に話そうかな。でクワトロは確か私ファントムを持っていて、サーボがぶっ壊れる、で当然そんなレース出るわけでもなく家の前で走らせてるだけ。そしたら私のその信頼してるお兄ちゃんですね、まあそのいくつか上の4つ上ぐらいだったかな、そのお兄ちゃんですね、ラジコンの知識も私なんかよりは当然上でね、楽しく楽しんでいるそのお兄ちゃんがクワトロを持っていたんですよね。でそれになんかね KO の金色のでっかいアンプが ESC ねついていたんですよ。おお、これがアンプかと、これがあの噂のあの雑誌でしか見ることのできないあのアンプかとは思って、でそれをいいないいなって眺めていたりこう話したりしてる中で、確かそれもファントムと交換になったと思うんですよね。でただメカはいらなかったんでしょうね
で本体だけ交換で私はクワトロを手に入れて、でその方にファントムを渡したような感じ。ただしそのアンプをつけてくれたんですよね。アンプをつけてくれたのは多分私がファントムまだ新しかったのか、まあそのお兄ちゃんなりにちょっと悪いと思ったのかちょっと分かんない、どういうあれか分かんないですけども、で私はでもそれももう精神的には私的にはもうウィンウィンで、そのアンプが手に入る、その AYK っていうその上級者しか持っていないようなそのメーカーのマシンのクワトロ、うん、でそのすごい KO の超でっかい、ね、金色のアンプがついている、もうそれだけで私にとってはもう十分 で確か交換したんじゃないかなと思うんですね、うん、でまあ持っていたと、うん、でクワトロは所有しましたね。でクワトロ発射した記憶はねあんまないんですよ。まあ発射したとは思うんですけどあんま記憶がちょっと薄いですね。でじゃちょうど多分ね時期的には多分被ると思うんですけど、それはまた別のお兄ちゃんがねフロボーのロックンシティ 44B というのをね持っていたんですよ。それ確か雪の冬だったと思うんですよね。その時ねそのロックンシティ 44B がねまあ静かでまあ速い、おお。うわすげえ車だなと思って、で憧れてたんですね。まあ憧れてただけの存在ですよね。まあ構造とか見せてもらってもなんか斬新ですごくて、うわロックンシティすげえって思っていた時に、多分ねそのしばらくしてからラジマガとかでねゼルダが発表されたんですね。値段が2万円ジャストですよね。もうラジコンマガジン見てももうみんなベタ褒めですよ。もう無敵、速い、すごいみたいな。でちょうどその時期ってまあちょうどその時期どんなマシンだったのかな、多分タミヤだとおそらくですけどフォックスとかね、まあホットショットとかそういう時期だったのかな、うん、まあそっちも憧れていつもねタミヤのカタログ見たりラジコンマガジンで憧れてはいたんですけど、なんせそのロックンシティのイメージが強すぎて、でそのゼルダがすげえっていうそのラジコンマガジンのその評価とかね、いろいろそういうのを見てもうゼルダだってゼルダを買うんだって言って、それどうやって買ったんだろうな、新品を確か買ったんですよ。で多分当時持っていたそのドッグファイターとかをうまく利用したりとか売ったりとかなんかして多分買ったと思うんですけども、ほんとちょっと覚えてないですね、まあ、ゼルダを手に入れましたよ、ね、で私メンテなんかね知らないしできないからね、そんなできるわけないから、まあかなりボロい状態になりながら多分使っていたんですけど、まあ壊れてもね自作でなんかねピアノ線とかをベルトがね、そうそうそう、ピッチングがこう柔らかくてベルトがすぐ飛ぶんですよ、バリバリってね。で多分本当はテンションのかけ方とか多分プーリーが減ってるの交換するとかが本来だと思うんですよ今思えば。でも私それをねなんかピアノ線を使ってねこうピッチングをこうしなならないようにしてピアノ線でこう自分で加工して作ってねちょっとした改造気分ですよねFRP もなんか自分でカナロッカなんかで切ってなんかこう作ってなんかそんなことやったかな。それは楽しかったですね。まあレースに出るってわけじゃないですけど、レースとか見学はたまにタイミングが合えばね行ってましたね。で自分はでその時はねなんかいろんなマシーンがすごいマシーンがねなんかプログレスとかブルドック無限のねあとまあいろんなそういうマシーンがある中、丸いの侍が優勝していたっていう衝撃の丸いの侍すげえなみたいななんかその辺の記憶は強いですね。で私も最終的にちょっとどうしても直せないゼルダが状態になって模型屋さんに預けて直してもらったんですけど、でその時持ってったらねなんかね、まあボロボロの汚いマシンですよ、でもなんか小学生が中を見てうわすげえ改造車だみたいなこうチラッと言ったことをね子供の頃になんかそこが誇らしかったようなねそんな記憶がありますね。それがゼルダですね。まあタイヤがもうすぐねアスファルトで走ったんですね、すぐ坊主でね坊主タイヤになってもそれでずっと走っていたっていうね記憶がありますね。それがゼルダですね。うん、いやこれもちょっとやばいね、もう30分話してるねこれ30分、もうこの時点でもう2本切れてるの確定ですね、うん、まあちょっと話し続けますわ、うん、まあとりあえず、まあ、カットはともかくね今日はもうちょっとせめてそのターボスコーピオンまでちょっと話しますけど、でまあさその頃結構ね多感な時期にもね結構突入していたんですよね。確か中2ぐらいだと思うんですけど、まあ、やっぱ女の子が好きねいや女の子はもう気になって仕方ない時期に突入するわけですよね
ね、あの子好きだなとか、あの子気になるなとかね、あの子可愛いなとか、なんかそんな時期ってあるじゃないですか。そのね、中学校2年生ですよね、もう超超多感な時期ね。服装なんかもね、なんかこれまでね全部親に買ってもらったものを着ていたのが、ちょっとこう友達と遊びに行くとかね、あのっていう時にもちょっといい格好したいっていうんで、こう服なんかもちょっと自分でちょっと選んでみたりとかって、そういう時期にちょっと突入したんですね。でそれとどう、その興味が上がってくると同時にラジコンの方ももう少しこうフェードアウトしたんですね。ただラジコンはずっと私のベースだったんで、アンテナはずっと張り続けてるわけだし、ラジコンマガジンとかね、そういったラジコン技術とか、もうその辺の情報は全部網羅しつつ、その多感な時期と被ってったわけなんですけど、でそれが確か中2だと思うんですが、その時のお年玉全部ぶっこんで買ったのがターボスコーピオンですね。まあそのなんでターボスコーピオン買ったかはちょっと記憶ないですけど、なんかルマンモーターが最初からついていったんですよ。すごいチューンドモーターがね。あとやっぱ雑誌も相当騒いでましたね。うん、その、スコーピオンから始まって、それスコーピオンから始まって、それはトマホークとなって、さらにターボスコーピオン防水っぽくなっていたかな。なんかやっぱりその準競技マシンってやっぱ走れるフィールドがね限られるわけですね。すぐ壊れちゃうから、ちょっと濡れちゃったりね、ちょっと汚かったりすると、それがなんかカバードされていった上で準競技用みたいな感じだったのと、そのターボっていう名前ですねそのターボっていう名前がやっぱその流行った時期でもあったんですよね。こうなんかセリカターボとか、その当時のねセリカターボとか、なんかブルドックね、ホンダシティターボ2ブルドックとかね、あのよろしくメカドックを呼んでいて、ね、そのターボがすげえみたいな機構とか、そのターボっていうのも惹かれたのかなとは、単語にねターボ機構がついてるわけじゃないけど、そういうのも惹かれたのかな、なんでか分かんないですけど、そのちょうどお年玉が入る時期と、その私が買える時期と被ったのかなとも思うんですけどね。なんで選んだかあんま記憶ないんですけど、でそれはどこで買ったのかな、まあ、多分それも楽生とかで、多分現金書き留めで買ったんじゃないかなってなんだか思うんですけど、その時にねまたフルセットで買ったのかな。プロポはねニューダッシュ、じゃあプロポはメガテックジュニアをそのまま使っていたのかな、サーボは買ったのかな、もうちょっと本当記憶ないんですけど、その時に一緒になんかオリジナルのバッテリーって売ってたでしょよく。あの本当のメーカー出してるバッテリーって高くてとても買えないんだけど、あのすごい安いバッテリーがオリジナルで売ってたんですよ。まあジョイプラザなのかな、ちょっと覚えてないですけど、その安いバッテリーはこれなら買えると思って一緒に2本買って、でそのお兄ちゃんたちからね譲ってもらった強小のね、あのマルチチャージャーだったかな、ちょっとねその車のバッテリーにつなげてね急速充電できるっていうねだから15分で急速充電できるって言って、でそのお兄ちゃんがね、これは2回やるといいんだって、15分を2回やるとちょうどパワー出るんだみたいな、なんかそんなのとか、その横もから出ていたなんかねバッテリーと直接つなぐただのコネクターがあったんですよね、充電コネクターっていうやつがね、やばいでしょ、やばい時代ですよね。でそれもなんか持っていたのかな、さすがにそのね、寝る前その十何時間充電してっていうんではなくて、その急速充電使ったんですけど、その格安で買ったそのバッテリーがボロすぎて全然パワーが出なかったなっていうそんな感じでしたね。で昔持っていたなんかちゃんとした純正のとか、まあ、そんないいバッテリーじゃないですけどね、それをつけたらすごい早かったっていう、あこんな粗悪なものがあるんだっていう、初めて勉強したのが、安物買いの全入しないっていうのを身をもって体感したのがそのバッテリーだったかなっていう記憶がありますね。その後なんか横もから出てきたね、なんか入門用の安いバッテリーちゃんとしたの買ったらすごいパワーがあってね、なんか嬉しかったっていう記憶がありますかね。まあなんかまあちょっとねここまでこの、まあ、これでもね私はちょっと駆け足で話してきたんですけど、相当もう40分近く35分ぐらい話しちゃったんでまあ、とりあえず幼少の部っていうのはね一旦ここで切らせていただきます。これおそらく 2,3 本の動画に、ね、多分ね分けさせていただくと思いますんでね。いやまあちょっとね会話の中ではしなかったですけど、あのミニ四駆、あのシティとパジロのミニ四駆確かあったんですけどね、その速いやつなんです、今のあの遅いウィーンっていうやつね、あれとかも使ってなんか友達と一緒にやっていたとかね、あのゴム
動力のあの自分で作る飛行機ね、あったでしょ、あのあれとかで自分で竹ひごとか曲げてこう自分でね半紙みたいな紙をペラペラのやつを貼ってですねゴムを巻いて飛ばしたりとかね、なんかそんなことやってやっぱそう物作ったり工作したりこう飛ばしたり動かしたりっていうのがやっぱそんな好きな時期でしたかね。ということでちょっと幼少編は一旦ここでね締めさせていただいて、また後日の撮影の時にね青年編、実はね大学、実はね高校の時大学の時も一定時期で私ねラジコを買っていたんですね、うん、あ今思い出したわ、おお、そうそうそう、なんかエンジンのやつとか、まあ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 、それはまた話しますんで、でそれを得た上で私が本格競技にのめり込んだのが27とか28なんですけど、まあ、その時からのまた話をね続けていきたいと思いますので、もしご興味あればねその時もぜひご覧になっていただけると嬉しいです。それではですね、今日の動画良かったと思っていただけましたらぜひ高評価チャンネル登録をぜひお願いいたします。非常に励みになります。またレディオガガウェブショップもやってございます。あと私ですね SNS インスタツイッターフェイスブックやっております。そちらの方もねチェックまたフォローしていただけますと非常に嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。